皆さん、こんにちは。バーチャル YouTuber のモノモースです。本日は最近の話題となっている安スオリンピック騒動と、それに関連するフワちゃんの芸能活動休止についてモノ申したいと思います。まず、ニュース記事の概要を簡単に説明しましょう。お笑いタレントのやすこさんが SNS に投稿した内容をフワちゃんがリポストし、その内容が不適切とされました。その影響でフワちゃんの出演番組がカットされ、最終的には芸能活動休止に浸ったというものです。さて、今回の事件について私の意見を述べたいと思います。 確かに、フワちゃんの投稿は不適切でしたし、その結果としての騒動は避けられなかったかもしれません。しかし、ここで重要なのは間違えた時にどうリカバーするか、という点ではないでしょうかまず、フワちゃんはすぐに削除し、謝罪したことは評価できる姿勢です。これは彼女が自分の間違いを認識し、迅速に行動した証拠ですね。しかし、その後の対応が十分だったかどうかについては疑問が残ります。特に、番組関係者の反応やスポンサーの関係が影響して、フワちゃんはさらに追い詰められる結果となった点は考慮すべきです。 一方で、笑いに変えるべきだ、という意見もありますが、これは慎重であるべきだと考えます。お笑いの力は確かに困難な状況を和らげる力を持っていますが、今回のようなデリケートな問題には適用できない場合も多いのです。特に、被害者である安子さんや、その投稿に傷ついた人たちの気持ちを無視して笑いに変えることは逆効果になりかねません。具体例として、以前にトラブルを乗り越えて大復活を遂げた芸能人もいますが、それには時間と適切な対応が不可欠です。ふわちゃんは自身の過ちを真摯に受け止め、時間を をかけて信頼を取り戻すことが重要でしょう視聴者やファンとの信頼関係は一朝一夕で築けるものではありませんそれではこの記事に寄せられたコメントにも触れてみましょう復活はしないでほしいネットいじめの構図といった厳しい意見は多数見受けられますこれらの意見はフワちゃんは再び芸能界に戻る際に直面するであろう壁を示していますしかし逆に言えばこの壁を乗り越えることができれば彼女の復活はより意味のあるものとなるでしょう最後に私はフワちゃんは再び元気な姿で戻ってくることを願っています そのためには慎重かつ誠実な対応が求められると考えます。彼女がどのように今回の困難を乗り越えていくのか、今後の動向に注目していきたいと思います。それでは本日の話題はここまでです。ご意見や感想があれば、ぜひコメントでお知らせください。次回の動画でも皆さんと一緒に様々な話題について考えていきたいと思います。ではまた、モノモースでした。